真夏の快進撃を見せるドラゴンズ。9年ぶりの5カード連続勝ち越しで9つあった借金を一気に1まで減らし、ついに3位に浮上。8月の成績はセリーグ単独の12勝6敗2引き分け。名古屋ドームに限ってはなんと負け知らず。その原動力となっているのが、とにかくストライクゾーンを怖がらずにどんどん投げ込んでいく、もう本当に頼もしいピッチングだと思います。与田監督が絶賛するのはエース大野雄大。今月7日の巨人戦に先発する。1回坂本に151キロのストレート、試合序盤から高速球がうなりを上げます。この日の大野は巨人打線を相手に奪三振ショーを展開。迎えた9回2アウト。10個目の三振を奪い、自身初の2試合連続完投勝利を達成。この勝利からチームに勢いがつきます。